ゲーム制作集団 ORG の創設者。テーブルトーク RPG の黎明期を支えた人物の一人として知られている。父は、新、細腕繁盛期、おからの花など花と箱原作のテレビドラマのプロデューサーの大抜き伊佐を学生時代にゲームサークル、ファーストディビジョンに所属。その頃から、旧、シミュレーター史などにウォーシミュレーションゲーム関連や、 trpg の記事を書いており、日本機動部隊になどのゲームデザインも行っていた。特に、旧、シミュレーター誌では、くだホビー社製のアニメを題材とした、ウォーシミュレーションゲームの紹介を行い、その地位工場に尽力した。ジャンルに比べて、本格的な紹介や研究がされなかった背景があった。大抜き自身、後に、アニメを再現するコンセプトの trpg。 ワープスをプロデュースする1985年にゲームクリエイター集団 ORG を立ち上げ、株式会社神話がダンジョンズドラゴンズの翻訳販売を行う際、翻訳者として抜擢された。ORG はオフィシャル D&D マガジンでダンジョンズドラゴンズのサポートを行う一方、オリジナルゲームデザインや自社製品の展開も熱心にいった。その後、 マルカチファミコン誌で RPG 風の読者参加企画、ダブルムーン伝説を連載。ドラゴンクエスト以降のファミコン RPG の人気にあやがった企画だったが、この連載が人気を博し、ダブルムーン伝説のテーブルトーク RPG 化も、大抜きの手によりなされる。当時のマルカチファミコン読者の多くが、この連載から、テーブルトーク RPG の世界に入っていき、 ダブルムーン伝説は、ロードス島戦記と並ぶ、テーブルトーク RPG 黎明期の功労者として、現在でも名高い。なお、大抜きは、この時期、PC ゲーム誌、マイコンベーシックマガジンでも TRPG の紹介記事の連載を行っていた。ファンタジーのメタルフィギュアの愛好家としても知られ、様々な雑誌でメタルフィギュアについての紹介を行い、 ORG を通じての輸入販売も実行した。ゲームデザイン、雑誌記事の連載、読者参加企画の主催など多忙を極める中で、1993年1月26日に、拒絶精神不全のため成居。1994年、有志により遊戯に関する研究論文を中心とする、意向を集めた、歳月骨密版、大貫正幸交追討集が刊行されている。 ありがとうございます。